MyUQ モバイル ID のパスワードを忘れた場合やアカウントロックを解除する方法をご説明します。パスワードを忘れた場合やアカウントロックがかかった場合は、仮パスワードを発行してその後にお客様ご指定のパスワードに変更することができます。この動画は2021年9月1日以前から UQ モバイルをご利用のお客様が対象です。2021年9月2日以降に新規で UQ モバイルにご契約いただいたお客様は MyUQ モバイル ID は発行されないため操作は不要です。それでは変更してみましょう。現在視聴している YouTube タイトルをタップして、表示される動画概要欄からご本人様確認ページを開きます。 MyUQ モバイル ID とご登録のメールアドレスを入力し、次へをタップします。仮パスワード発行画面が表示されます。内容を確認して仮パスワードを発行するをタップします。ご登録いただいているメールアドレス宛に仮パスワードが記載されたメールが送信されます。ログイン画面へ進むをタップします。ご登録いただいているメールアドレス宛に届いたメールの仮パスワードを確認します。画面をスクロールして MyUQ モバイル ID と先ほど確認した届いた仮パスワードを入力してログインするをタップします。トップ画面が表示されたらログイン成功です。続いて仮パスワードを変更します。画面右上のメニューをタップします。パスワード変更をタップします。現在のパスワード欄に先ほど入力した仮パスワードを入力します。新規パスワード欄に記載されている注意事項を確認して任意のパスワードを入力します。確認のためもう一度同じパスワードを入力します。実行するをタップします。パスワード変更画面が表示されたらパスワード変更完了です。